それでは次行きましょう。こちら、まあこれは外せないでしょう。ホロライブ運動会2022、今年もね無事開催して終了しました。はい、そしてあのマネちゃんからもね、これ言っていいよっていう風にね垂れ込まれておりましたので、そのスタッフさんとマネちゃんからもいただきましたが、まああの運動会の準備が始まってね、最初のミーティング、まあみこさん、みおさんがね結構中心になって進めてたと思うんですけれども、まあお察しの通りみこさんは寝坊しかもそれ何時の寝坊なんだろうって思ったら、あのまあ12時とかだったのかなって思ってたんですよね。まあ、夕方だったそうで、マネちゃんがめちゃめちゃ焦って鬼電を何回もしたって言ってましたし、あとあのみこさんがねフェンシングの競技あったじゃないですか。フェンシングをずっとフィッシングって言っててそれ釣りだよってあとはね本番でもあのリプレイもう一回ダイジェストでリプレイするっていうのをリプライって言ってて、それはツイッターだよみたいなエリートイングリッシュ発揮してましたね、みこち。みこちのエリートイングリッシュ、ちょっと私たちが追いつかなければありません